情報番組土曜朝の気分は上です。ももせぎなです。はい、上根ひろです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、今日も始まりました、はい、第3回でございます。はい、3回目です。もう1回目2回目ね、どんな感じやったんかな、みんな、などういう風に思ってくれてたんかな、ね、とりあえずあの、うん、1回目は、ね、現状終わってる状況、そう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 、我々聞いてるんですけど、ね、一応あのコメントもいただいてね、嬉しいですね。嬉しいですね。あのだから何、あの次はこんな人に、うん、あのゲスト来てほしいとかね、あのぜひね皆さんもねコメントください、ください、うん、であの恥ずかしかったら僕らに直接くれてもいいんで、晒すのは嫌や言うんやったら、もう直接くれて全然構わないんで、あのぜひぜひいろんなご意見ねいただきたいと思いますね。はい、あの我々本当に始まったばっかりで何も固まってなくて、あのがなりもいきなり変わったぐらい変わってない。さっきとちゃうやんみたいな。そうそうそう、前回とちゃうやんみたいな。前回と全然ちゃうやんみたいな感じになってると思うんですけど、あの全然変えていきますんで、はい、あのどんどんご意見いただけたらと思いますんで、こういう方がいいよね、はい、めっちゃ嬉しいですね、はい、あのなんかひなの衣装に対する意見もいいよ。どういうこと、今日はどうかしてるんですか。なんか今日ちょっと色がね、ちょっと着たい服を着てみようってなったら全部どうかしました、はいはい、という感じで、はい、今日はですね4月の20日でございますけど、20日、はい、どんな日なんでしょうか。百瀬ひなの今日は何の日。はい、ということで今日は、はい、ジャムの日。おお、ジャムの日ね、はいはい、ジャムおじさんじゃないのね。お、ジャ、まあ、ほぼジャムおじさん。あ、そういうことですね。1910年のこの日、うんうん、長野県北佐久郡三岡村の塩川義一郎さんが、うん、いちごジャムを明治天皇に献上しまして、明治初期に始まったジャムの製造が皇室献上品として認められたことが日本ジャム産業の発展に大いに貢献したというところから記念日になったそうですね。そうですよね。だからね、あの明治天皇ってね、やっぱり日本の天皇の中でちょっと別格というか、うん、近代日本国家っていうのができてすぐの天皇なので、うん、で特にその天皇がすごい人なんやぞっていうことを植え付けていった政府だったから、うん、その天皇に献上したっていうだけですごい、うん、あの話題になるわけ、うんうん、でそれを献上品としてこれ出したんですっていうのがまたこれ箔がつくねんな、うん、そうそうそう。なのでまあ、 あのジャムなんてさ、当時そらなかなかね、そう、あの皆さん食べてなかったわけですから、はい、でも多分果物がね、うんうん、ちょっと足早いからなかなか食べることもないやろうし、うんうんうん、そのね保存ができるっていうところから今もずっとね、まあ、果物農家とかの人は保存するために逆にね、うん、あのいろいろやってた可能性はあるんですけど、でもジャムって発想なかったんですよね。そうよ、塩漬けがほとんどやからね、ほとんど。それも、ね、甘くしてそう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 、なかったと思うんで、うん、まあそれが、ジャムという形でね、一般に知れ渡ったので、まあ、あの日本の中でも普及していったということですね。はい、はい、そしてもう一つ、はい、腰痛ゼロの日。おお、いいな、いいな、腰痛ゼロの日来てほしい、腰痛ゼロの日、まあ、今日そうなの。そうです、あのもうそのまんまですね。あ、なるほどね、腰痛ゼロの、腰痛ゼロ、はい、もう語呂合わせ大好きですね。すごいよね、語呂合わせ考えるとか。すごいね、本当にすごい。ちょっと話変わるけど、電話番号なの語呂合わせみたいな。ああ、よく見る。はいはいはい。うまってよく言っちゃう。そう、なんか語呂合わせ結構好きなんですけど。まあそのね、はい、腰痛で悩んでる人をゼロにしたいという思いが込められておりまして、腰痛に対する対処法とか予防法を指導する日になってるので、今日はなんかみんな腰痛ゼロです。なるほどね。俺この間さ、全然ちゃうねんけど、うん、波動を使って整体するっていう先生と出会ってさ、いや、こっちじゃないよ、こっちじゃないよ、これ歯や、これ歯や、波動で、すごいのさ、どうやるかって言って、俺触れへん。怪しい、怪しい。こうやったら、俺の中の波動が変わんねん。自分の波動で直すの？いや、自分の波動っていうか、まあ自分の波動も共鳴させながら相手の波動をちょっといじるらしいんだね。こうやってやるのかな。いや、全然そんなのせえへん。そうなんだ。で、あの、何？俺の、なんか前後のバランスが変わって、俺はすごいバランス良くなったんだ、そんな。って感じで、ほんまに。すごい。うん、でも俺はまだあの腰痛までは治してもらってないんで、あ、じゃあ次はちょっと腰痛治してもらって、ね、これで、うん、またその時報告します、ね。まあなのでね、はい、今日はもうみんな健康になれますよ。はい、ちょっと食べて。そんな日でございます。はい、ありがとうございました。はい、ということでですね、3
3回目でございます、はい、シネマどんぶりでございます。はい、今日ですね、今日はですね、はい、今日は、ドキュメンタリー映画でございます、うん、ドキュメンタリー、はい、ドキュメンタリー映画、決断、はい、運命を変えた 3.11 星ひなというタイトルの映画なんですけれども、まあもう名前の通りですね、うん、星ひなって言葉知ってた？母子家庭しか知らない。ああ、ね、まあまあそう、まあそういう感じだから。要は避難をするのに、うん、お母さんと子供さんだけで避難をすると、うん、お父さんが一緒に行かないという避難。残るんですね。でもね、これね、実はね、自主避難者のほぼ9割ぐらいが母子避難らしいです。まあ、でこれがどういうことなのかということがこの映画の中で語られているわけなんですけれども、うん、どういう映画なのかは予告編と、それとまた監督にね、うん、阿比古航監督にインタビューをさせていただいてますので、はい、こちらをご覧いただきたいと思います。それではシネマどんぶり、読み上げてください。もう一回読み上げます。焦燥、やったー、すごい。もうこのままちょっと地球割れちゃうんじゃないかっていうぐらい放射能って本当は危ないんですかねって、そういうお母さんたちがいる。従業員の入り口に自分の身は自分で守れって張り紙が。別世界に来たような、あの子供たちに安心してご飯食べさせられるのは、象がアリを踏みつぶ潰すような。選挙官も出さず、バンザーイ、バンザーイ。原発さえ爆発しなかったら離婚はしませんでした。腸に穴が開いた、まあ、脳腫瘍で、ここずっと一生これを抱えていくには。はい、それでは本日はですね、ドキュメンタリー映画決断、運命を変えた 3.11 母子避難という作品の阿比古航監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずですね、監督の方からですね、はい、こちらの作品がどういう作品かご説明をお願いしたいと思います。これ、あの 3.11 という東日本大震災、あの福島原発事故があったあれから13年経ってですね、未だに避難されている人たちが大勢いるということをね、皆さんに知っていただきたい。一部統計では2万人以上がまだね、避難しているっていう状況がありますんで、それすらも風化している、そういった情報がね、皆さんにほとんどなくなってるんじゃないかな、そういう意識がなくなってるんじゃないかなということでですね、今回この10家族取り上げました。これはですね、自主避難、原発事故の場合に強制避難と自主避難っていう2つのタイプがあります。強制避難は原発事故の放射能がすごく多く被災したところなんですけども、それ以外の区域外避難者、いわゆる自主避難者ですね、自分たちの思いで自主的に避難したという、そういった避難者がいっぱいいますんで、ただこれ県外にもいっぱいいるんですけども、あえて私は福島県の避難、自主避難者、それも母子避難者をテーマとして今回取材してみました。まず、あのこの母子避難っていうね、言葉自体が ものすごく聞き慣れない言葉だと、まあ、自主避難っていうのはなんとなく自分で避難したんだっていう、はい、まあ、あのざっくり乱暴な言い方をすればなんですけど、いうのは分かるんですけど、母子避難、要は、お母さんとお子さんだけが避難するっていう状況が、はい、あるっていう、その言葉自体をあんまり皆さん耳慣れないことだと思うんですよね。そういう人たちがそんなにたくさんいるのっていうのが、正直僕も見させていただいて驚きだったっていうところ。多分皆さんで、ご存知ないかと思うんですけども、はい、自主避難者のほとんどが母子避難だと思って間違いないぐらい、これだけの数がいるっていう、これは、ね、お母さんと子供、これは、ね、お母さんが小さい子の手を取ってですね、もう放射能から逃げるために遠くへ避難するんだけども、一家揃って行けなかったわけがある。これはお父さんはやはりお仕事する、そして給料をもらうためにですね、やはり地元に残んなくちゃいけなかったわけですね。これ避難先で同じような給料がもらえるかどうかって、これはもう本当に、ね、難しい問題で、就職があるかどうかも分かんない状況ですから、それをやっぱりお父さんはやっぱり残んなくちゃいけない。そして家のローンもあります。はい、やっぱり小さい子供を持っている家庭というのは、やっぱり家を建てたばっかりかもしれない、そういった家のローンがある、そしてお父さんは両親の面倒を誰が見るんだっていう、はい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 、やはりね、
田舎にはそれは特有のやはりそういったものがありますんで、しきたりみたいな。それをやっぱり抱えてると、どうしても親子が分断されてしまう状況に置かれるんですよね。それでまあ、母子避難という言葉が生まれてます。でも、避難者のほとんどが母子避難なんだっていうふうにおっしゃられてるんですね。そうですね。一部やはりお父さんも仕事を辞めて、避難地で仕事をして、まあ、親子ともども一緒に生活をできる、そういった方々もいるんですけども、やはりね、別れなくちゃいけない。そして、震災離婚っていうことも生まれたぐらい、福島で生まれ育ったところをなんで離れるんだということと、うん、おじいちゃんおばあちゃんしていればなんで孫を連れて行っちゃうんだっていう、そういったこともありましたね。まあお母さんがなんとか子供を守らなきゃいけないっていう、そこの意識なんですよね。きっとなんですけど、うん、あの放射能に対してやっぱりね、意識が高いっていうか関心が高い人たちの中の人たちがやはり子供を守るために遠くへ避難した、うん、いや福島に留まった人もいっぱいいます、はいはい、ただ行きたくても行けなかった経済事情もありますし、はいはい、これね、一人一人いろんな物語があるんで、うん、これ10家族、うん、いろんなタイプの避難の形っていうのを表したつもりではいるんですよね。そうなんですよね。エピソード1からエピソード10っていう形で分類されてるんですけど、それぞれに全然違って、避難先で どうしてらっしゃるかももちろん違うんですけど、避難をするって決めたっていう理由とか、その家庭環境の問題とか、はい、もう全然一人一人違っていて、そうですね。ね、だから10本のドラマを見てるような感覚が。そうですね。もうあの片や一人に、あの沖縄の方なんていうのはやっぱりね、はいはい、穏やかに暮らしたい。うん、あの片やあの裁判で戦う人もいる。はい、下を見てらっしゃる。見てちゃいけない、前に進まなくちゃいけないためにですね、うん、世の中をなんとか変えていきたいために、議会議員選挙に出ることもいるんです。はいはいはい。地方でね、生まれ育った場所じゃない避難地で、選挙に出るの、うん、出ることのね、難しさって本当にね、わからないかもしれないですけど。いや、大変だと思いますよ。地盤がない、知り合いもいないところで、はいはい、よく選挙に出るっていうね、私はね、強さを感じましたよね。まあ、それでしかも、ちゃんと当選されてる方がね、いらっしゃいますからね。いますね。だから、それだけ耐えるものが強かったというか、バイタリティがあるとかないとかっていうことよりも、だから、それって個々の話ではなくて、やっぱりなんか背負ってるものをものすごく周りの方も強く感じられてるということだと思うんですよね。はい、思いがやっぱりこう伝わるんだと思います。知らない土地に来てね、よそ者が頑張ってるっていうことでね、なんとか落ちてる 人も何年間後にはこの人はあなたはもうよそ者じゃないよって言われるぐらい頑張ってそこで生活してるんですよね。若いお母さんなんですけども、まあ母子避難 3.11 の前は全く普通のお母さん、うん、ママさんになったんで、はいはいはい、あの放射能の知識も原発の事故になった知識もほとんどないまま避難の状況に置かれてですね、はい、もう今じゃ放射能のスペシャリストですよ。で裁判ではもう素晴らしいあの弁論しますんで、はいはい、あのこういったね人たちのこの13年の歩みっていうのは、うん、すごくこう何か時間経過っていうか、その人たちの思いっていうのを皆さんに見ていただきたいと思いますね。これ、まあ、10家族をこう、要は監督すごいこう追っかけられたわけじゃないですか。僕だったら10家族を追っかけるっていうのは、まあ、だって避難先行きで福島のに残ってらっしゃるお父さんも取材しっていう、この両方をすごいやられたってことだから、まあ言ったら20箇所と福島とみたいな、そんな感じだと思うんですよね。で、何が一番大変でした？何が一番っていうとね、やっぱりこれ、ね、こんだけやってたら、すごい、何を主者選択していいのかって、すごい難しいなっていう。30から50家族は取材してます。はい、あ、そうなんですよね。はい、やっぱりカメラに前に出てくれる、はい、で実務を出して、はい、素顔をさらけ出して、はい、で子供はまで出してくれるっていう家族が相当いなかったですから、いないですよね。だんだん
絞られてきましたよね。はいはいはい。やっぱり重い口をね、開いてくれる、そういったことにするには、やっぱり長い年月、やっぱり私、これ7年半ぐらいかかって作ってますけど、はいはいはい、やっぱり時間がかけて、やっぱりやったものが、この人たちの素晴らしい言葉っていうか、重い言葉を聞き出すことができたんじゃないかなと思います。わかりました。はい、それでは、最後になりますけども、監督の方からご覧になっていらっしゃる方にメッセージを一言お願いいたします。この決断、原発事故の避難者だけではないです。今、能登半島で、被災してですね、避難者いっぱい出てます。これからですね、毎年のようにこの想定外の災害って起きてます。これからもどん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 避難者が生まれる、被災者が生まれる中で、避難の難しさ、そして、家族揃っての避難の難しさ、そういうことをですね、皆さん知っておかなければ、これから先、明日我が身になるかもしれない。そういった状況で、能登半島の志賀原発が避難経路が寸断されたっていう事実が、そういったことがやはり、この原発事故の、完全に安全対策の避難計画までも寸断されたわけなんで、うん、この、日本中原発に囲まれた中で生きていくためには、ぜひこの決断を見てで、この避難の難しさ、そして、置かれている人たちの思いをですね、ぜひ見ていただきたいなと思っています。はい、見ました。はい、それでは、本日はですね、ドキュメンタリー映画決断、運命を変えた 3.11 母子避難という作品の、阿比古渉監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。まあ、ちょっと、まあ、題材が結構ヘビーじゃないですか。うんうん、そうですね、はい。で、私これ実際、このタイミングの時、日本いなくて、あ、そうなん、ちょっと海外留学みたいなおしゃれなことしてたんですけど、だから全然、どこだ、オーストラリアに行ってて、あ、はははは、こんなテレビで、まあ、地震の方でもうわーって情報流れて、なんやなんやなんや、何の情報もあんまり入ってけえへん、うんうん、で帰ってきてからこんなんあってんっていうので、うん、やっぱ自分が実際体験というか、うん、そのタイミングでそういう情報見てなかったりとかして、うん、まあ、ちょっと意識の薄い部分にもなるし、うんうん、何でもそうじゃん、当事者にならないとわからない部分とかってあるから、うんうん、これ見てて、あ、そんないろいろ大変なことあったんやとか、うん、その時だけじゃなくてその13年経ってもこういう状況でとか、うん、っていうのをちょっと改めて知れたから、うん、なんか、うん、今ほんでまだやっぱりあるし、なんかさっきも言ったけど、明日は我が身じゃないけど、なんかこう、ちょっとね、我が家いっぱいの今いろんな備蓄を始めて、母がもうね、まあ、一生懸命備蓄してこんなやってんねんってあるから、そういうところでも自分のできることをしていかなあかんし、ちょっとでもこう知れる情報を知って、なんかね、共感とかしに行く部分はできひんかもしれんけど、まあ、自分こうなった時はそういうこともあるかもしれんなっていう、なんやろな、こう準備じゃないけど、できるし、ちょっとこう全部やっぱエピソード10もあるから話がほんま重い話だから、どんどんちょっとしんどくなっちゃう部分もあるから、全部は見れんくっても、なんか1個2個でも自分のちょっと興味持てそうな、ちょっと話の入ってきやすそうなやつだけでも見てもらえたらいいよなと思って、こうじっくりっていう ね、だからこれエピソード1から10まであって、全然違う人の話なんですよ。だから10家族が出てきてるんで、だからエピソード1終わったと思ったら、2始まったと思ったら、もう全然違う話なんですよ。だからつながりないんで、あの、僕も最初見てる時に、え、これはつながってんの、つながってないのみたいな話なんだけど、つながってないです、基本的に、2終わったぐらいに分かりました、で、つながってなくて、全然違う人たちの話がどん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 展開をされていくんですけど、でもやっぱりその中で、あの、それぞれの家族、ご家族が悩んでらっしゃるポイントがもうほんとそれぞれあるんですよね、だからあの面白いところで言うと、沖縄に避難した、あの方の場合、母子避難って言ってるんですけど、もう母子の某お母さんの方がまあまあ お年で、で、あの娘さんはもう成人して大きなったはるわけですよ、で、もうこんなとこおったらあかんって言って、あの彼女がもう沖縄に、沖縄が一番あのいいはずやっていうことで、
その、海流的に言っても、うん、あの福島からすごい離れてるしっていうので、うん、沖縄に行かれるみたいな話があったりね。でそこであのもうすっかり沖縄人みたいな朝黒くなったあたりとか ね、もうされてるわけですよ ね、もうすっかり馴染んでて三振とかやってありましたとか全然そういうかと思えばあのもうお父さんがやっぱり福島で残ってて、うん、で子供とお母さんだけ、別のところ行ってて、うん、でそこで結果的に離婚しちゃったみたいな話も出てくるし、まあ、いろんな話出てくるわけですよね。でだからなんやろエピソードって言ってるんですけどケーススタディなんですよね。だからこういうケースもあるよと、うん、だから地震が起こりその、まあ、ましてあの日本って原発がたくさんあるんであの何か起こった時にこういうことっていうのは皆さんの身にもありえますよということを示してくれてる作品なんで、うんまああのまあ、確かにねちょっと見に行くのはなんかちょっと気張らなあかんかなと思っちゃうかもしれないんですけどいやでもリアルに自分たちの話だと思って、まあ、ちょっと90分ぐらいの作品ですから、うん、あのぜひぜひあの一度見ていただきたいなというふうに思いますね。そうですね、はいはい。ということでこの、ドキュメンタリー映画決断、うん運命を変えた 3.11 母子避難という作品なんですけどもこちらが、19日、まあ、昨日からですね、はい、アップリンク京都では、上映が始まっていて、はい、で今日ですね、4月20日、土曜日から、シアターセブンで、上映しております。であとあの、舞台挨拶がね、うん、実はね月末にあるんです。あ、まあ今日と明日も、うんシアターセブンであります。20日と21日、うん、シアターセブンとアップリンク京都で両方あります。であと4月27、28、29、5月3日は、シアターセブンの方でもまた、ございますので、うんちょっと時間とかはね、その日によってちょっと上映の時間が違ったりとかするので、まあ、その辺はちょっとそれぞれの映画館の、サイトで確認していただいてぜひ、見に行っていただきたいなと思います、はいシアターセブンは今日から、はい、アップリング京都では昨日からやっておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ということでシネマどんぶりでした。はい、では次ですね、はい、中之島映画祭情報です。よろしくお願いします。さんでございます。はい、もう3回目ですよね。はい、はい、ついになんかこの、はい、チラシが、はい、はい、いましたよ。はい、ね、あのやっとあの作品も発表されまして、はいはい、応募総数238本ありましたが、うんはい、そのうち8本上映させていただきます。すごいな、8本絞るってもう本当大変です、ね、大変です。あの、ね、本当もう辛い思いか泣く思いで選んでるっていう、はい、もうほんまたくさん上映したいんですけど、ね、いやそうですよね。どうしてもね、はいはいはい、時間的な制限があったりとかしますので、うんうんうん、そうなんですよ。3日間ってねものすごい長いようで、うん、実際上映できる時間って考えるとね、うん、そうなんですよ。ワンスクリーンしかないから。そうなんですよ、ワンスクリーンなんで、ね、そうなんですよね。やっぱり休憩も入れないとね。ねえ、だから めちゃめちゃ単純な話で言うとね、はい、あのだって例えば1日8時間上映するとするじゃないですか、うんうん、3日間で24時間じゃないですか、うんうん、で24時間なんだけどじゃあ8本って考えたら単純に1時間でもう3回転しかできないって話なんですよね、うんうん、だからこれ本当ね結構大変なんですよ。 その作品の時間が、まあ、例えば30分のもあれば1時間のもあるし1時間半ぐらいのやつもあるしって、うん、そういうので組み合わせていくとなかなか大変なんですよね。そうなんですよね。でそれで、はい、あの、うん、中之島映画祭は観客が審査員になりますので、はいはい、最終的にね、で、はい、同じ作品を2回上映させてもらってるんですよ。あ、なるほどなるほどなるほど。時間帯によってね、うん、あの、うんうんうん、そうですね、観客数が多い少ないとかあったら言わないので、まあ、朝行っちゃったら次はいい時間に、うん、なるほどなるほどなるほど。ちょっとそういう配慮をしながらしてしまうので、はい、どうしても8本ぐらいしか上映できない。いやいや、もうこれ本当大変やから、もうあの映画祭やったことある逃げた方がいいですよね。はい、ではい、今日は、はい、でその8本のうちの4本紹介させてもらえたらなと思ってます、はいはい、そうですね、はい、はい、まず、はい、まあ、これあいうえお順で紹介させてもらえたらと思います、はい、まず、はい、アイセルフ私の世界、はい、14分20秒の作品です。お、短お、はい、あの山崎匠さん、宮原圭人さん、はい、藤原レオさん、はい、安部まどかさんというあの4人で共同監督という形でさせてもらっている作品なんです、はい、で弱視の方の世界を、うん、あの見せてくれる、体験させてくれるという、はいはいはい、そういう貴重な
あの映画なんですけど、うん、あのこれ皆さん学生さんが作られた、はい、映画なんで、はい、ちょっと短い作品なんですけど、うん、まあ、結構見どころありますので、うん、なるほど、はいはい、で続きまして、はい、憧れ通り、憧れ通り、はい、これちょっと長編で128分あります、うん、お、はい、2時間超えです、うん、あの中之島映画祭では初めてじゃないかな、2時間超えですよ。監督は宮城さんという方なんですけど、はいはい、この方監督、脚本、編集、うん、そして主演っていう、一人4役え、全部やってる、全部やってる、大変やん、はい、でそれでいてあのちょっとゾッとさせる演出が素晴らしい、長編なんですけど、ぜひご覧になっていただきたいなと、はいはい、で続きまして、さまよえ記憶、うん、24分30秒の作品です、はい、野口雄大監督さんっていう方が撮られてるんですけども、はいはい、子供を失った母親と、はい、それの父親、はい、あの、はいはいはい、要するにおじいちゃんなんですね、はいはい、のストーリー でこれも結構心の心情を描いてて、こういろんな年代の方に楽しんでいただけるんじゃないかなと思っている作品でございます、はいはい、で、4本目が、はい、深骨深い骨って書いてますけど、30分の作品です、はい、監督は節田智一郎監督さんで、はい、生物教師と女性教師と一人の女子高生 の、うん、骨標本を巡るストーリー、なるほど、骨好きいますからね骨好きいます、まあ、人間とか、まあ、動物もそうなんですけど、基本というか、はい、には骨っていうのが、いや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 、それが人間心理の中心っていうふうなところから描かれてる作品でございます、はい、この、まあ、とりあえず、まあ、まずはこの4本ね、まずは、はい、今週はこの4本を詳しく紹介させていただきました、はい、いやいや、どれもなんか楽しみな作品ばかりで、全然違うテーマ、またあの中之島映画祭のホームページを見ていただいたら、あ、ね、はい、あの作品の情報で予告編も見れるようになってます、うん、でタイムスケジュールもそこで出ておりますので、はい、ぜひあの興味のある方は見ていただいて、はい、5月の3、4、5、はい、中之島公園に来ていただけるとありがたいです、はい、そうですね、あの中之島の中央公会堂のね、はい、大集会室でしたっけ、はい、そうです、でやってますから、はい、まあ、行けばね、もう思いっきり看板とか出てますからね、はい、もう今も実はあのその看板やら何やらいろいろ作り込み大変なんですよね今ね、もうあの土日は、まあ、もちろんですけど、平日も仕事終わった後行ったりとか、うんうんね、あ、そういうの間に合わない、はい、いやもうね、立体のやつとか結構大変なんですよね、デザインして色塗ってもうすごい可愛いですよ ね、おしゃれな、はいはい、ということで、はい、では、5月の3、4、5、皆さん楽しみにしててください、はい、はい、今週の、中之島映画祭情報でした、ありがとうございました、はい、では次、夢人情報です、はい、ということで夢人情報ですが、まあ僕ね、もうね、めっちゃね、あの今友達とかに声かけて、うん、あの情報くれって言ってるんですよ、なんですけども、なかなか今情報出てきてないのであの、少ない中からあの自分の情報を言ったりとかするんですが、はい、まずほんじゃあですね、ひなからいきます、はい、ひなさんは生誕の話とはい、はい、はもう何かも選手という選手の方でいいんですけど、はいはいはい、ですね、うん、あの、うん、ひなさんの夢の一つに、うん、モデル活動もありまして、はい、で大きいポスターになれるでっていう話が一つあるんですけども、うん、ただ無条件で出れるわけではなくてですね、うんうんうん、なんか頑張らなあかんのね、お金が必要なんですね。はい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 、お金が必要なんですよ、うんうんうん、で、うん、百瀬ひなのモデルへの道みたいな感じで、はいはい、募金活動を行っていこうかなと思う、募金なの、募金にしてます、はいはいはい、なんかフランクにできるようになんかいろいろ考えたんですよ、うん、クラウドファンディングみたいなことも考えたんですけど、はいはい、ちょっとあんまり重くなったら、うん、いやそんなにってなるかもしれないんで、募金ぐらいの軽い気持ちでしてもらったら、チリツモで、うん、叶うんじゃないかなみたいなところで、ライブ会場で自分がライブする時の物販スペースに募金箱置いたりだとか、はい、一応遠隔でもできるようにしてて、うん、まあ、ちょっと金額が大きくなったらリターンもお渡しできるようにっていうのを、
今考えて準備しておりまして、はいはい、詳しいのはまた後日出てると思うんですけども X に多分書いてると思うんで、はいはい、今 X に書いてるそうです。多分書いてるそうです。多分あるなかったら待ってください多分あるはず。いろいろちょっとね、あの X あのアットひなあのアンダーバーアンダーバーのももせいなので、はい、はい、あのリンク載せてるので見てください。はい、はい、なのでちょっとね応援してもらえたら、でっかいひな大阪で見ることができるので、はい、でっかいひなどれぐらいでかなのこれ、うん、ね一番大きいポスターサイズ B0 っていうやつ。ああ B0 B0 B の方がでかいからね。のこんなやつでこんなひなが見える。そうで、はい、っていうの。何本集めたの？15万。おー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 。だから別に出せるんですけど。いや、うん、うん。でも。そうね。あのみんながね応援してるっていうことが欲しいよね。うんうん、そうなんですよね。そうですね。はいはい。なのでまあぜひ皆さんですね。応援を夢のために。そうです、応援してやろうという方はですね。大事なこと。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。はい。でですね、はい、あのもう一個だけ、あの1個だけちょっと言っときます。あの、はい、1回目にあのインタビューさせてもらった、うん、シネマドンブリでインタビューさせてもらったあの気まぐれ、うん、あの短編映画気まぐれ、はい、あの瀬戸香央さんと長岡監督なんですけども、はい、このですね上映が、次回の上映が決まりました。決まりました。正式に決まっているのが島根県益田市。これね、長岡監督の地元です。あ、なんか4万人ぐらいの町らしいですけど、うん、はい、でそこの、島根シネマ、小野沢っていう、ところがあるんですけども、ここで5月の15日から5月の26日まで、うん、はい、月火が定休日なんで、なんかその2日分でちょっと伸びてるらしいんですけど、でそちらで、上映が決まっているそうです。であとは、愛知県名古屋市、うん、シネマスコーレですね、はいはい、有名ですけども、あそこで初夏に上映するということが決まってるそうで初夏っていつやねんっていう話なんですけど、もうちょっと好きですね、はい、ちょっと先らしいです、5月ぐらいですかね、はい、まあ、決まればまた、うん、あのお知らせいただけるという、はい、あのあのね、うん、シネマどんぶりというか、まあ、夢人情報としてね、あの後追いでいろんな情報をね、うん、提供していく感じになりますんで、あの出したら出したっきりですいませんじゃなくてあの後追いで、そう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 、いろんな後の情報も、うん、公開していきますんで、ぜひ皆さん見ておいてくださいという感じでございます。で、あとは、まあ、あの私の方がまたあの前回も前々回も言ってるんですけど、うん、あの4月の22日、はい、もうあと2日後でございます、はいはい、月曜日の、夜7時半からですね、トモル映画トモルの上映が、マテリアルのショートムービータイムということでね、ございます。そして、その1週間後の29日には、僕だけのフライミートゥーザムーンと、大きな気になりたいが、この日あの祝日なので、夕方の4時、16時から、これもショートムービータイムで、ございますので、ショートムービータイムは1100円プラスワンオーダー制という形になってますので、お求めやすい価格でねご覧いただけますから、ぜひご覧いただきたいと思います。やっぱり大きな画面で見たら違いますからね。いやもう全然違うんですよ。もうこんなちっちゃい画面とかね、こんなんとかね、こんなんで見るのと全然ちゃうんですよ。違いますからね、やっぱり劇場に見るのがいいよね。で、あの音響がね、あの伝えてくる、あのね、やっぱね、あ、そうそう、絶対覚えておいてほしいのは、あのみんな分かってないかもしれないですけど、これちっちゃい、まあ要はスマホですよね。で、なんか、そのイヤモニとかで聞いたりとかして、ええ音聞いてると思ってるかもしれないですけど、それではね出てこない音があるんですよ、実は。あるある、拾えない、あのっていうか伝えられない音があるんです。で、映画館のその音響システムの場合、そういう音が聞こえてきたりするんですよ。一番びっくりしたのは、僕ね初めての映画、あの太陽のドロップ聞こえた時、あの、あそこシアターセブンでかけてもらった時に、あれ何この音、自分でびっくりしてえ、俺この音つけたいんだけどって現場を入ってたりとかするのよ。あ、なるほど。だからね、あの本当にあのちゃんとした音響で聞くと、普通のイヤモニとか、あのこういうパソコンとかのスピーカーじゃ出せない音っていうのがあるんですよ、映画の中には。で、僕らはそういうのをあのやっぱ劇場で見てもらうように作ってるんで、あのぜひあの劇場で見て体感していただきたいなと思います。
ですね。劇場で見るとね、ただ見るじゃなくて体感できるっていう、そうそうそうね、あれですわ、2のね、猪瀬監督も言ったったんですけど、選手も、やっぱね、劇場で見たときに、例えば自分はそうでもないかなと思ったけど、隣にいる人が泣いてるから一緒に泣いてまうみたいだったじゃないですか。で、なんで泣いたんかなと思って、まあ、隣の人が泣いたからやねんけど、でもっていうことはこういう心情なんかなっていうのが、逆にその一人で見たら伝わってなかったものが一緒に見ることによって感じることができたりとかね、そういうこともあるんですよね、映画って。映画って本当そうですよね。そうなんですよね。なんか違う思い出もできますよね。ちょっと面白い映画やったりとかさ、みんなで笑ったなみたいなこととか、やっぱ面白かったんだ、みんな面白いと思ってるとか、ちょっと安心できるんですよ。なんか自分だけ笑ったんちゃうんやとか、それこそ泣くところもやし、この人こういうところで泣きはんねやとか、自分泣いてなかったけどとか俺大体映画館でみんなが反応してないっていうか、多分ほら映画館で静かにせなあかんという思いが日本人の方があったりとかするじゃないですか。俺全然関係なくゲラゲラ笑ったり、いや笑うのはええと思いますよ。もう拍手する時とかあって、いいと思いますよ。あるんですけど、結構それでえってなる人もいれば一緒に笑ってくれる人もいるとかね、はい、そういう体験ってすごいね、映画館でしかできないんで ね、ぜひぜひ映画館に見に行っていただきたいと思います。はい、はい、ということで夢人情報でした。ありがとうございました。このままエンディングなんですが、はい、はい、お疲れ様でした。3回目、はい、3回目どんな感じでした？はい、ちょっとだけ慣れた慣れた、ちょっとだけ。緊張してた言うてたもんな、うん、緊張はほどけたけど、うん、やっぱりなんか、うん、まだこう落ち切ってないから。落ち切ってない、うん、そうね、そうね、まあ、いろいろ変えながらやってるしな。多分だから次またうーんって言いながらやってるけど、なんかでもそれがこう最初から作り上げてる感っていうのやなと思うんで、うんうん、そうなんです、ね、形になってからもすぐ変わるやろうし、なんかいろんな刺激がある方が多分見てる人も面白いと思うしね。いやいやいや、もうまたこれかみたいなならないようにね、はい、まあ、楽しい番組にできたらいいなと思います、はい。西野さん、3回目どうでした？いや、ちょっと寝ました。あ、慣れてきた。あ、よかった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 。はい、慣れてきたそうです。はい、4回目どんだけ慣れてるんですね。はい、次回がまた楽しみになってますけれども。はい、ということで今日は3回目これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、さよなら。